皆さん、おはようございます。富士重工業の吉永でございます。本日はスバルブースへお越しくださり本当にありがとうございます。また日頃よりスバルへのご理解とご支援をいただきまして合わせて心より御礼を申し上げます。さて、私ども富士重工業は昨年11月にスバルの新しいブランドステートメントコンフィデンス・イン・モーションを発表し、そして今年の7月には新しい中期経営計画として今後5年間の取り組みであるモーション5を策定し発表いたしました。この度のスバルブースのテーマでもありますので、ここで少しコンフィデンス・イン・モーションについてご説明申し上げます。まずコンフィデンスとは信頼です。スバルはこれまで水平対向エンジンやシンメトリカル AWD などの独創技術により高い安全性と安定性に裏付けされた信頼いただける商品をご提供してまいりました。そのお客様との信頼関係を DNA としてインモーションには市場、経済環境やお客様の思考などの変化に対して革新し続けるその意味を込めています。我々スバル、この中期経営計画の期間中、信頼いただける商品を通じてお客様に安心と楽しさを提供していくと同時に、もちろん環境対応にも果敢に取り組み、約 30% の燃費性能向上やハイブリッド車の投入などを行っていきます。そしてこの度のモーターショーのブーステーマもコンフィデンス・イン・モーションと定め、ブース全体でお客様に安心と楽しさをお伝えします。それでは主な出展車両を紹介いたします。まずはコンセプトカースバルアドバンストスワラーコンセプトです。このスバルアドバンストスワラーコンセプトは環境時代における革新スポーツツアラーをテーマに、スバルのブランドステートメントであるコンフィデンス・イン・モーションを通じお客様に提供する安心と楽しさを具現化し、走行性能、環境性能、安全性能、そしてスバルが追い求め続けているグランドツーリング性能を高次元でバランスさせた次世代ツアーラーコンセプトです。車両の大きさや排気量などのダウンサイジングコンセプトによる C セグメントクラスのハイパフォーマンスとユーティリティを備えた近未来のスポーツワゴンとして、従来にない斬新な外装デザインとスバルが長年培ってきたワゴンの機能性を両立させました。メカニズムにつきましては、スポーツユニットとして定評のある水平対向エンジンを 1.6 リッター直噴ターボ化し、さらに CVT のリニアトロニックを高トルクに対応、加えてスバルオリジナルのハイブリッドテクノロジーを織り込み、スバルの独創技術であるシンメトリカル AWD を組み合わせることで、これまで以上にスポーティーな走りと高い環境性能を両立するスバルが新しい時代に提案するモデルです。続きまして、本日国内において発表となります新型インプレッサです。インプレッサは1992年に誕生して以来、今年が20年目、4代目のフルモデルチェンジとなります。ニューバリュークラスをコンセプトに、
スタイリッシュな外観と質感の高い内装、走る楽しさと安全の両立、優れた環境性能を作り込みました。ボディラインナップには5ドアと4ドアを設定しています。それぞれのイメージを明確化するため、サブネームとして5ドアスポーツ、4ドアは G4 とネーミングいたしました。デザインにつきましては、ご覧のようにスタイリッシュな外観と質感の高い内装を狙った存在感のある内外装とし、広々とした室内と優れたユーティリティをも両立いたしました。パワーユニットにつきましては、昨年投入いたしました新型水平対向エンジンの 1.6 リッターと2リッターを展開、その新型エンジンに CVT のリニアトロニックを初めて組み合わせ、走りと環境を高い次元で両立させました。環境性能はアイドリングストップ機構も採用し、従来車に比べ約 20% の向上を図っております。それでは続きまして、もう一台、3つ目の車でございます。今日が世界で初めてのお披露目、ワールドプレミアになりますスバル BRZ でございます。ご覧いただいている通りの極めて美しい外観、そしてご覧いただいている通りの低重心、もともと水平対向エンジンは低重心が特徴でございますけれども、これをさらに低く、そしてさらに中心に寄せて、世界でもトップレベルの低重心の車を開発いたしました。皆様ご存知の通り、トヨタ自動車さんとの共同開発でこの車は開発いたしました。2008年の4月に共同で記者発表を行いました。それ以来共同開発を進めてまいりました。本日世界お披露目というふうになっております。私どもスバルの水平対向エンジンにトヨタさんの技術である D4S という機構を組み合わせました。高効率で環境にも優しい車となっております。今日がお披露目でございますので、ぜひこの後もじっくりとご覧いただければというふうに思います。本当に今日はお集まりいただきましてありがとうございました。これからもスバルは信頼と革新ということをテーマにしまして、車の楽しさと安心をお届けしてまいります。ぜひスバルをこれからも応援いただきたく、よろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。